大和市、コミュニティバスは神奈川県山和市で運行しているコミュニティバスである。愛称はのロット、ヤマトン号の2種類が存在する。山和市内のうち東北部、南西部については公共交通が多くなく高齢者等の交通手段を確保することが求められていた。これを受けて2000年度から大和市はアンケート調査やコミュニティバスの運行に向けた 各種検討会を専門家等を交えて行ってきた。また、これと同時にバス事業の規制緩和も進められ、バス路線の参入撤退が比較的自由に行えることとなった。これら成果と外的要因を踏まえた上で、2002年から北部ルートと南部ルートの2ルートで実験運行を開始することとなった。当初1日あたり250人を見込んでいたが、 それを上回る542人の利用があり、これを受け実験運行終了後本格運行へ移行することとなった。その際には一部路線のルートの変更などが行われた。その後も着実に利用客数を伸ばし、2006年度には847人となっている。なお、2006年度では運行費用は約7000万円となっており、 運賃収入等が3000万円程度であり、大和市の負担は約4000万円となっている。利用者数の推移しでは、コミュニティバスを2ルート運行するも、依然として交通の利便性が悪い地域が存在していたため、コミュニティバスの路線を新設することとなった。交通の利便性向上を促進すべき地域として、 中央林間西側地域、相模大塚地域、深見地域、桜川岡地域の4つの地域が選ばれ、2013年10月より順次実験運行が行われた。実験運行は各地域で6ヶ月間行われ、半年の準備期間を経た後、2014年度より本格運行を開始した。のろっとのろっと、旧車両2004年に本格運行を開始した。 北部ルートと南部ルートがある。車両は小型のオンステップバスで、運賃は100円である。愛称は2003年度に市役所やインターネット上で公募し、決定した。名付けの由来は、乗ってみたいな。乗ってもいいのかな。でも、私の街のコミュニティバスだから、よし、乗ろっと。という気持ちが込められているという。北部ルート2004年4月より本格運行開始。 神奈川中央交通東が運行に系統が存在する。中央林間駅を起点として、市役所まで運行後、系統を変更し、中央林間駅まで運行する。市役所では乗車したまま乗り越すことが可能で、追加運賃は不要である。7時台から18時台まで運行している。南部ルート2004年4月より本格運行開始。 神奈川中央交通東が運行。大和駅を起点とした循環ルートである。8時台から18時台まで約60分間隔で運行している。小型ノンステップバスが導入されていたが、2015年度に日のポンチョに代替済み。2012年8月31日より、車内アナウンスは、市内の幼稚園児、保育園児の声が収録されたものが放送されている。 また、旧型の一部は、海老名駅と寒川駅を結ぶ、海73系統に使用されている。2014年度に、車両老朽化による、車両更新が行われ、南部ルートに日野、ポンチョが導入された。北部ルートも同じく、日野、ポンチョが導入された。デザインは、雑誌、ピアの表紙を描くイラストレーターの及川・か性通信によるもので、空想の世界。 ドリームマップを描いたものである。ヤマトン号2014年度に本格運行を開始した。中央林間西側地域、相模大塚地域、深見地域、桜川岡地域のルートがある。ノロットと比較して、路線長が短く、より狭い住宅地の道路を通るルートとなっており、車両にワゴン車を使用している。運賃は150円で、 のロットの100円よりも高くなっている。一方で、運行間隔は30分とし、利便性が向上している。愛称は2014年に公募により選ばれた。大和市、イベントキャラクター、ヤマトンの名前が由来である。中央林間西川地域2014年10月30日より、本格運行開始。エビナ小中が運行。中央林間駅を起点とした循環ルートであり。 右回りと左回りがある。相模大塚地域2014年10月30日より本格運行開始。神奈川中央交通東が運行。相模大塚駅と南林間東口を結ぶ往復ルートである。深見地域2015年1月29日より本格運行開始。海老名小中が運行。大和駅と大和市役所を結ぶ往復ルートである。 桜ヶ丘地域2015年1月29日より本格運行開始。海老名焼中が運行。桜ヶ丘駅を起点とした循環ルートであり、右回りと左回りがある。乗り継ぎ制度、南林間駅東口バス停と市役所バス停で他地域の路線に無料で乗り継ぎができる。乗り継ぎをするには、校舎時に乗務員から乗り継ぎ券を受け取る。 エビナ焼中が運行するルートには日産 NV350 キャラバンコミュニティバス使用者が神奈川中央交通東が運行するルートにはトヨタハイエースコミューターが導入された。校車ボタンや車内外放送装置を備えるほか神奈川中央交通東のハイエースには車外照車等や乗降中表示等も備えている。乗客定員は通常車両が12人。 車椅子対応車両が6人である。デザインはのロットと同じくイラストレーターのオ川カ通信によるもので、森の街、夢の街をイメージしたものとなっている。大和市、イベントキャラクター、ヤマトンが描かれている。路線バスやコミュニティバスなどが導入できない地域において、地域住民が主体となって、移動手段を提供している事業である。利用者8人乗りのワゴン車を使用し、 西、鶴間、上総八木地域の住宅街と鉄道駅や商業施設などを結んでいる。運賃は無料で、運営経費は寄付金などにより賄われている。運転や天井はボランティアが行っている。市は車両や燃料の供与、広報協力などを行っている。ありがとうございます。